やっぱり素肌に風を当てるのは気持ちがいいですね。浄化されてから急に服を脱ぐわじ。スマット。というわけで道中魔物たちに出くわしてしまいました。こっちの情報漏れてるんじゃないの？漏れてるくさいですね。こちらは護衛が6人という少数精鋭具合ですから。6人しかいないの？いたたたたたた。姫様の護衛にこれしか人員を避けないようでは、入らん側も相当人手不足であることが伺えます。こないだは城の前にいっぱい並んでたのに。このままではジラン星人の魔王狩りの人望になってしまいます。というわけで挨拶代わりに牛を撃破。いけーんか豚を倒せー。彼女も頑張ってますが豚一匹に時間かかりすぎですね。マグネキャッチだって。拾えそうなものありませんが、とりあえず釣ってお。なるほど、そういえば武器も拾えたね。これはなかなか便利。ほーら、英傑様のお通りじゃーい。近い近い。ゼルダ様が一人だ。まずー、完全にトカゲと怠慢状態になってます。やったぜ、ゲストー。ウィズローブも撃破。まあ必殺技からめて瞬殺でしたね。あいつはバレ始めると色々面倒くさいですから。アイスロットゲート、射出。おお、広がる広がる。池に落とせば呪文もできて、まあ綺麗なこと。そして小ボスにもインクゲージが出てくるみたいですね。これはゴリ押しに便利。せー、アイスロットが仕事してくれました。すごーい、ゼルダ様大突撃。待て待て待て。こらー、護衛を置いて一人で進むなー。この時から護衛を拒否していた。いやー、すっておい、ゼルダ様そっちじゃねー、危ないから。そして前を横切るスタイル。邪魔だよ。くらえー。モブ兵士が突っ込む。うは。度胸は認めますが、お手本のようになされます。人がゴミのようだ。さすがに一般兵じゃガーディアンの相手はきついでしょうに。全然ダメージ食らってないよ。あかん、さすがの耐久力。あー、めちゃくちゃすんなお前な。ヤマト魂を見せてやる。全然効いてないよ。一応頭が逆転っぽいので、インパさんで頭上から攻めれば。いや、ダメだ、全然削れてません。交代せよ。何しに来たんだお前は。謎の爆発で致命傷を負いました。お、構えるの？3年前の感覚を思い出せ私。いいな。あ、なんか切り替わったよ。おお、これは裏ルート入りました。戦闘を避けろと言われつつも退屈。すごい威力。なんでや、私が反射したのと同じやろ。他のガーディアンも起こせだってさ。いいね、私が反射すれば何回でもビームを2枚できますよ。我々が時間を稼ぎます。その間に反撃の準備を。お入りや隊長が名乗り出た。マジでこのバケモン相手に時間稼げるの？まあちょっとずつ削れてるかな。その前に入りや隊長の体力が持ちませんね。これコログだ。いつものゲット。というわけで、おとなしくガーディアンを発掘することにしました。結構遠かったね。割と回り道だったので、隊長が力尽きないか心配でしたよ。発射。自動ロックオン機能有能ですね。あと1体どこにいたっけ。待て、何を考えている貴様。ゼルダ様じきじき。いや、あんた不器用なんだからさ、その真面目さ変な方向で発揮しないでくださいよ。惜しいか、ストーンフル活用だ。端末がパンク起こさないか心配になるレベルです。爆発するぞー。どっかーん。ふーん、なるほど、動きはゆっくりですが、リーチとパワーはなかなかのものですね。やったぜ、豚を撃破。ただ言葉と裏腹に鈍器を振り回すので、さらにヒステリック度合いが強くなってる気もしますが、気にしないことにします。けど、イズローブも倒したじゃん。もう3回目ぐらいですからね。倒せた。というわけで、2代目のガーディアンもお目覚めっと。よーし、これで相当削れたわず。もともとジャスがしてビーム何回か当ててたしね。ただ結論から言うと、この状態からで良かったですね。反射は大分身揃えば火力が上がる上がる。そしてここでジャスがをすれば無事 KO というわけ。そういえばこいつ盾持ってなかったやん。また来たよ。うおお、削りきれい。じゃあ突如前に出てくるリンク。そういえば今回操作するの忘れてましたね。ガーディアンである。そしてこの反応である。研究者とかってこういうテンションの人多いで。もう飽きてるのかな。さすがに反応したらやかわいそうやろ。実の妹にあんな目で見られる気持ちになってみなさいよ。連れ歩くつもりか。というわけで、この子ガーディアンの情報をもっと引き出すことにしました。ブルーやロベリーとも話して、その方が良いと。黙れ。専門家会議の提案を一周されたゼルダ様。国王と知識人の板挟みになった彼女たちの行方はどうなる。もう魔物が来る前から終わってるよこの国。とまあ冗談は置いておきまして、本当は国王の示しを聞けつつも、ゼルダ様たちの提案を求めるよ王様でございます。なんで変えたの。許してくれたまえ。